東京湾岸警察署は東京都江東区大見にある警視庁の警察署第1方面本部所属前身は東京水上警察署識別省所,所属表示は m 9東京23区内では最も広い面積を署員約250人体制で管轄する中規模署である署長は警視館内には第7方面交通機動隊本部や 警視庁航空隊も所在する。また、警視庁で唯一、水上を担当している、修定課を、水上安全課と解消して、東京水上所から引き継いだ。湾岸地区は超高層マンションなどの建設ラッシュによる、住民増加が顕著である。庁舎は、地上9階、地下1階、延べ床面積約1万7000平方メートルの、鉄骨鉄筋コンクリート構造で、 東京水上署から海を挟んで約 2km 南東の江東区大尾二丁目に建設が進められ2008年2月に完成した総工費は約60億円である。警視庁管轄の警察署の中では最大の192人を収容できる大規模な留置場や一時的に留置人を隔離する留置保護室も6室が整備された。 通常は室のみ整備されることを考えると、その充実ぶりがわかる。さらに、整備があまり進んでいない女子専用留置場も整備されているため、整備されていない他所から女性被疑者が移送されることも多いようである。2009年8月8日、覚醒剤取締法違反で逮捕された酒井の子が留置されたことにより、釈放まで1ヶ月間は報道されることが多かった。 また、建物内には、独身寮が、屋上には、船舶の高校を見張るために、東京港全体を見渡すことのできるガラス張りの監視台が設置されている。加えて、庁舎正面の外壁には発光ダイオードで、警視庁のマスコット、ピーポくんと、東京湾岸の青い文字がそれぞれ浮かび上がるなど、観光地ならではの設備が整えられている。ちなみに、ピーポくんが、 外壁に取り付けられるのは、警視庁管轄の警察署では初めてである。なお、旧東京水上署の庁舎は、東京湾岸署会所後、東京湾岸警察署別館となり、水上安全課が引き続き使用していたが、2012年に、庁舎が建て替えられた。名称については、付近を首都高速湾岸線が通っており認知度も高く、警視庁がアンケートを行った結果、 用意した複数の案の中で地元住民から圧倒的な支持があったことなどにより東京湾岸警察署に決定した。警視庁ではテレビドラマとの関連性を否定しているものの一部のマスコミなどで湾岸署の呼び方が略称及び通称として一般化しており他方で観光客が庁舎をカメラで撮影するなど新たな観光スポットとして注目を集めている。ただし あくまで立地地域と名称のみがドラマと連関しているだけであり、警察署は24時間365日休みなく、業務利用されているため、庁舎が劇中で、ロケに使用されたりはしていない。突起のない区域は、すべて東京水上警察署から移管された区域、すべて東京水上警察署から移管された、台場などをはじめとする東京湾岸地区の急速な発展に伴い、 2005年度の東京都予算案に臨港警察署の設置経費が盛り込まれた。この施策については東京都の治安強化策の一環として2004年2月25日の東京都知事施政方針表明でも触れられ、当時から湾岸署という愛称で呼ばれるのではないかと話題となった。その後2005年6月に庁舎建設契約が東京都議会で議決され、 東京水上警察署を廃して、周辺諸葛である、深川警察署、上東警察署、三田警察署、あたこ警察署、大井警察署、大森警察署、高輪警察署などの管轄を調整、機能強化する形で新設を決定。警視庁では1998年の竹の塚、警察署以来、10年ぶりの新設署であった。廃止された交番を活用して、日中は、 民間人の安全サポーターが詰める地域安全活動の拠点である。羽田水上発出所の警備艇、大場東京湾岸署は、水上での警察活動の拠点として、水上署から引き継がれた水上発出所がある。姫ゆり東京湾岸署は水上を担当する水上安全課があり、旧東京水上署の集定課から、警備艇を引き継いだ。 現在は25隻の警備艇を保有している。春の交通安全週間の時期に著名人が1日、所長などに任命され、広報活動に寄与している。東京湾岸警察署と座双方フジテレビジョンのテレビドラマ、踊る大捜査線の舞台となる架空の警察署、湾岸署のイメージが東京湾岸地区に定着していることが、名称決定に影響したとされている。踊る大捜査線。 シリーズエグゼクティブプロデューサーの亀山千尋によれば、本書の解書にあたって、警視庁から総務を通して、名前は東京湾岸書で行きたいけどどうだろうかと、打診があった。テレビドラマはすでに終了していたが、亀山は、僕らは映画を終わらせるつもりはないので、湾岸書という名称が使えなくなったら困りますと、返した。年に、幕八郎役のイカルヤが死去してから、 亀山ら製作者はもう次回作はないと考えていたが、このやりとりがきっかけで映画の新作を作ることになったという。2008年3月31日の開所式では、踊る、大捜査船主演の小田裕二から、湾岸書刑事課強行班係巡査部長、青島俊作こと、俳優、小田裕二という名義で祝電が寄せられた。また、祝電と連動する形で映画の続編、踊る、 大捜査船、ザムービーさん、奴らを解放せよ、の制作決定を発表した。これは、湾岸地区に、現実の湾岸署が、設置が決定したことが、きっかけとなっており、亀山は、冒頭は新湾岸署への引っ越しシーンから始まると、発言している。2009年クランクイン、2010年公開。ちなみにエンドロールには、東京湾岸署が開け書したこと、東京湾岸署が、 当該映画作品とは関係がない胸の表示がある。劇中での設定も2010年に移転したことになっている。公開翌週の4月6日から始まった全国交通安全運動の際は同じく神田所長役で出演の北村総一郎が1日所長を務めた。ドラマにおける湾岸書の外観エントランスは塩見小山ビルザムービーさん以降のシリーズに出てくる。 新湾岸署の外観、エントランスは、東京湾岸警察署と隣接している、座奏法が撮影に使われている。1988年に、第一作が発表された小説、朝香藩シリーズに登場する架空の警察署、東京湾臨海警察署の所在地は、東京都江東区大見二丁目とされ、東京湾岸署の所在地と同じである。東京湾岸署会所の時期には、 作中の臨海書も新庁舎に移転し、東京水上書を統合するなど中期募書化された設定になっている。なお、臨海書の故障は実際に名称候補の一つとされていた。ありがとうございます。